2021プレナスなでしこリーグ1部は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながらサポーターを迎えして開催しています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルではなでしこリーグ一部全132試合を生中継で配信します。神奈川県大和市にあります大和なでしこスタジアムです。この時間は2021プレナスなでしこリーグ一部第2節大和シェルフィード対日発横浜 FC シーガルズの神奈川ダービーをお伝えします。実況担当山崎由紀です。よろしくお願いします。なお音楽著作権の対応として試合開始前およびハーフタイム中は音声をオフにして配信します。ご了承ください。上空は曇り空です。ピッチに向かって右から左にやや強い風が吹いています。ホームはオレンジのユニフォーム大和シェルフィードです。スターティングレブンを紹介します。ゴールキーパー16番の高橋霞、ディフェンダー9番松浦渚、4番武田夏実、3番西山遥、17番平国瑞希、ミッドフィルダー7番榎木谷美咲、19番梅津美恵、8番中野光、18番キャプテンの浜本マリン、フォワード11番堀芳恵、5番の小張舞香です。藤巻愛子監督がチームを率います。就任5シーズン目です。一方アウェー白のユニフォームです。セカンドユニフォーム日発横浜 FC シーガルズのスターティングレブンです。ゴールキーパー19番越後木並、23番ディフェンダー小田川真奈、今日がなでしこデビューです。3番中条由衣、5番吉田渚、8番宮下七海、ミッドフィルダー14番大島瑞希、13番内田美鈴、16番キャプテンの小須田里奈、18番片山由奈、20番小原ゆりや、フォワードは9番高橋美幸です。陽田雄一監督が指揮を取ります。主審は井口智恵さん、副審は高橋真由美さんと織戸梨沙さん、第4の審判員は染井真美子さんです。キックオフを待ちます。エンド右がホーム大和シェルフィード、エンド左がアウェーの日発横浜 FC シーガルズです。日発のキックオフで試合が始まります。前節はともに敗れて、今日今シーズン初勝利を狙う両チームです。ともに4バックです。今前半の45分が始まりました。アンカーの位置に入っている大島から左にさばきます。前線へ。9番の高橋は昨シーズンリーグ2位の9ゴールを挙げています。日発のエースストライカー、背後を狙います。ゴールキーパー大和セルフィード、高橋がキャッチしています。21歳の高橋です。大和は去年のキャプテン岸実がチフレ AS エルフェン埼玉へ移籍、それから正ゴールキーパーだった田中桃子も日テレ東京ヴェルディベレーザへ復帰しました。今シーズンは高橋がゴールを守ります。サイド中は1枚です。堀が待っている。一発のゴールキーパー越後のセーブです。大和シェルフィード最終ラインは松浦、武田、西山、平国の4バックです。右に松浦、左に平国、センターバックは武田と西山です。前節からスタメン5人を入れ替えてきました大和シェルフィード。右サイドバックでプレーしている松浦も前節は右サイドハーフでしたので、今節はディフェンスラインを3人入れ替えています。
中盤の底に榎木谷、そしてトップ下にキャプテンの浜本、中盤はダイヤモンドです。サイドハーフは左に中野、ゴールキーパーがキャッチしています。そして右に梅津です。前線は堀と小針の2トップです。日差しが出てきました。前線からのプレスです。これが大和シルフィードの特徴の一つです。丁寧にボールをつないでいくスタイルは日発横浜 FC シーガルズです。逆サイドに展開します。左サイドバックの宮下、日発の最終ラインは右に小田川、左に宮下、そしてセンターバックは吉田と中条です。前節からスタメン2人を入れ替えてきています。右サイドバックの小田川は今日なでしこデビューです。倒れますがファウルはありません。そして日発はアンカーの位置に大島が入っています。 4-1-4-1 のシステムです。列目は右から内田、そして小須田、片山、小原です。前線は高橋のワントップです。フランダーのボール一旦落として、もう一度最終ラインです。生え抜きの西山、そして武田、タッチライン割っています。日発のスローインに変わります。日発は昨シーズン8勝8引き分け2敗、勝ち点32で4位でした。一方の大和は昨シーズン7勝5引き分け6敗、勝ち点26で7位という成績でした。さあ右が空いています。フリーです。内田、そしてパスをつなぐ、中へのクロス、対応しました。剣士を誇る大和シェルフィード、ただ開幕戦はスフィーダ世田谷に0対4という敗戦を喫しました。最終ラインの西山、そして愛媛 FC レディースからやってきました武田、新加入です。中盤の底に榎木谷、右サイドバックは松浦です。時折小田急の列車が走っていきます。線路沿いにあります大和なでしこスタジアム、大きな展開です。 OKOK というジェスチャーです。スローインからキャプテンマークをつけている小須田、アンカーの大島、ボールを奪った大和、狭い局面パスをつないでいきます。アンカーの榎木谷、ファールになりました。キャプテンマークをつけている日発は16番の小須田です。日発のキャプテン小須田、それから大和のキャプテン浜本、ともに今シーズンキャプテンに就任しています。激しいプレスです。最終ラインからゴールキーパーまで下げます。ゴールキーパー高橋、激しいプレスからなんとかかいくぐってマイボールにしました。日発ボールです。左サイドに振りますがここに選手はいませんでした。タッチライン割ってスローインです。選手が1人倒れています。激しい交錯がありました。大和のキャプテンの浜本、そして日発は14番の大島です。共に中盤のキープレイヤーです。単価が入ります。大島瑞稀、早稲田大学出身です。昨日誕生日でした。28歳の大島、17年のユニバーシアード日本代表です。
前節は中盤の底に沖野がプレーしていたんですが、いや小林日向がプレーしていたんですが、今日はこの大島がスタメン。ただ一旦怪我でピッチを後にします。一人少ない状態です。前半の8分です。かなり風が強いので雲の動きも早いんでしょう。また日差しが出てきます。フラッグに、そして浜本テンポよくパスをつなぐ。さあ前を向いた、チャンスになります。堀から榎木田に前線呼んでいます。エリア内には小針がいました。ゴールキーパーは越後木並です。仙台大学出身の24歳。昨シーズンは1試合の出場でした。15年のユニバーシアード日本代表です。さあチャンスになります。中は1枚、内田とそして高橋が入っていきます。ボールパーソンは大和シェルフィード U15 の選手たちが務めます。敵陣深く入ってのスローインです。2発近いところで片山が落としてマイボールにしました。オレンジのユニフォーム大和、前線で小針が待っています。小針は昨シーズンチームトップの4ゴールを挙げています。最終ラインの西山、2014年にこの大和シルフィードはトップチームが発足しました。その当初からの生え抜きのメンバーです。昨日誕生日を迎えた26歳の西山です。大和シルフィード U15 出身でもあります。マイパスを見せました。前線は小針です。平国がいいパスを見せました。大島も戦列に戻っています。ただまた足を痛めました。ちょっとベンチの動きが慌ただしくなっています。日発横浜 FC シーガルズです。右足を痛めています。大島、そしてコーナーキックのチャンスを得ています。前半の11分です。大和左からのコーナーキック、メインスタンドからは手拍子です。ファンやサポーター、ファーに行きました。流れていきます。もう一度マイボールです。クロスが入る、ゴール前混戦になっている。クリアします。ハイボールの競り合い、コーナーキックのキッカーは堀でした。ゴール前の混戦、チャンスを迎えましたが日発がしのぎました。両チームともまだ無得点、0対0です。有観客で行われている今シーズンのなでしこリーグ、メインスタンドからはファンやサポーターの拍手です。日発のベンチでは6番のゴンノが準備をしています。今日今シーズン初スタメンだった大島ですが怪我での交代となります。今陽田雄一監督の指示を聞いています。その日発が
大和陣内深くからのスローインです。もう一度前線へ、ゴールキーパー高橋がキャッチしています。あ、そして大和も選手交代です。共に背番号6番の選手がスタンバイしています。大和も富山、スペインでのプレー経験があります。両チームともこの早い時間帯での選手交代です。前半の13分、まず一発が大島からゴンノです。ここで選手の交代をお知らせいたします。そして大和も7番の榎谷に代わって、中盤の底です、富山が入ります。前半の13分、それぞれ選手交代を行いました。さあ切れ込んでいく内田、クロスが入る、バーの向こうでした。風は逆風です。前半追い風は大和シェルフィード、向かい風は日発横浜 SC シーガルズです。それぞれ交代で入った選手ですが、日発は2列目に6番のゴンノが入って、キャプテンの小須田が中盤の底アンカーの位置に入っています。2列目にゴンノ、そしてアンカーに小須田です。一方の大和は榎谷に代わって入った富山が同じポジションです。中盤の底です。442のシステムは変わりません。中盤はダイヤモンドです。前半15分、両チームともまだ無得点、0対0です。一発に枠を捉えたシュートが1本ありました。開幕戦は一発はホームで迎えました。 NGU ラブリッジ名古屋に1対2で敗れました。一時は内田のゴールで同点に追いついたんですが、その直後に勝ち越しゴールを許しました。スローインです。ペナルティーエリアの中、先に体を入れます。レフリーの笛です。ファールがありました。一方の大和シルフィードもアウェーでの開幕戦、スフィーダ世田谷に0対4で敗れました。ともに今シーズン初勝利を狙う神奈川ダービーです。ボールをプレースします。ゴールキーパーの高橋、昨シーズンの正ゴールキーパー田中桃子は日テレ東京ヴェルディベレーザへ復帰しました。ともに切磋たくました日々を今シーズンにぶつけます。前節は悔しい4失点、非常に昨シーズンも失点が少なかった大和シルフィードです。昨シーズンは得点が15、失点が16、リーグで4番目に少ない数字でした。前を向く日発、スルーパス、ここはケアをしました。逆にくさびのパスを入れる小針、そして堀、サポートに来た浜本、右に振ります。タッチライン割っています。マイボールのスローインです。中盤の底、富山、昨シーズン4シーズンぶりにこの大和に帰ってきました。スペインでのプレー経験があります。さあゴール前です。ペナルティーエリアの前、堀が走り込んでいきました。ゴールキーパーの越後がキャッチです。
メインスタンドからも拍手です。センターバックがかなり開いています。日発です。5番の吉田、そして3番の中条のセンターバック、右サイドドリブルで突破を図ります。今度は右からのコーナーです。18分です。コミュニケーションを取ります。低いボールです。ダイレクトで狙う、ディフェンダーに当たりました。もう一度チャンスが続きます。ゴールラインを割りました。2回目のコーナーキック、フィニッシュに持っていくことはできませんでした。前半2本目のコーナーキックでした。両チームともまだ無得点、0対0。ゴールキックは越後木浪です。マイボールにします。中は1対1です。流し込んでいく、シュートはポスト右でした。日発がショートカウンターチャンスをつかみました。ただシュートは枠を捉えることができませんでした。悔しがりました13番内田です。前節もゴールを挙げています。なでしこ通算100試合出場ということで、クラブからもペナントグッズが販売されます。前半の19分でした。中盤での攻防です。狭い局面、ワンタッチで落として丁寧にパスをつないでいきます。左サイドが空いています。平国が待っています。サイドを変える、平国です。インターセプト、前平国でした。昨シーズンまで日発横浜 SC シーガルスでプレーしていました。フルスとの対戦、日発左から元日本代表小原もいます。ゴール前、内田、そしてシュートチャンス、体を張りました日発。大和もしのぐ、切れ込んでいきます。小田川でした。ゴールラインを割ります。ゴールキックに変わります。センターバックでのパス交換から右に振ります。もう一度センターバックへ、武田から松浦、そして富山から楔のパスを入れましたが日発が対応。
ロングボール右サイド奥を狙いましたがタッチラインが合っています。ここで飲水タイムです。前半22分経過、両チームともまだ無得点、0対0です。一発は決定機が2度ほどありました。内田のシュートもありました。一方の大和は2度のコーナーキックがありました。ただ両チームともゴールネットを揺らすことはできていません。無得点0対0です。大和のスローインから始まります。左サイドバックの平国、フルスとの対戦です。平国から中野が受けに来ます。その前でした、小針でした。一発ボール、内田から素早いリスタート。前線高橋です。目標は得点王という高橋です。さらに深い位置になりました。右サイドバックの小田川、そして高橋、ディフェンダーを背負いながらクロスを入れる。西山と高橋、迫力のあるマッチアップでした。そしてコーナーキックのチャンスを得ます。前半24分、一発右からのコーナーキックです。キッカーは中条です。ゴール前には2人います。逆サイド流れていきます。形を作りかけましたが、一発ボールのスローインに変わります。最終ライン、武田、そして右サイドバック松浦、トップの小針に当てましたがパスがつながりません。一発ボールです。運べる運べるという日発のベンチからの声です。 J1 でプレーする横浜 FC と同じようにこの日発横浜 FC シーガルズもボールを大切につないでいくプレースタイル、綺麗なポストプレーですが手前のタッチライン割っています。9番の高橋のポストプレー、内田とのコンビネーションでした。キャプテンの小須田、今日は2列目から中盤の底にポジションを変えています。左サイドバックの宮下、前線のボールはつながりませんでした。マイボールにしました富山。平国から西山、そして松浦、前線ディフェンスラインと駆け引きをしている小針、そして浜本から小針へのパスはつながりません。まだ大きな決定機はありません。小田川、今日なでしこデビュー、そして内田、高橋、もう一度内田、狭い局面です。小田川
背後に高橋サイドに張っていました。ここから切れ込んでいく、中央を狙います。中野と高橋の競り合いです。高橋も迫力があります。センターバック中条から吉田へ、そして左サイドバック副キャプテンの宮下、キャプテンの小須田です。宮下サイドハーフに預けて上がろうというところですが、大和ボールになりました。失い方というベンチの声、失い方にも注意しようという一発です。ボールを大事にする分失い方が悪いとカウンターを受ける形になります。チャンスになります。片山、中は2枚、グランダのボール、高橋収まりませんでした。ペナルティエリアの中は高橋と内田が待っています。日発です。西山が高橋についています。このマッチアップも非常に見応えがあります。日発の左サイド、そして大和の右サイドでの攻防が目立ちます。この前半です。固い前半です。テンポよくパスをつなぐ、さあチャンスになる。しかし激しいプレッシングです。前線は堀1枚倒れています。すぐに立ち上がりました。センターバックの吉田からゴールキーパー越後、一発は最終ラインの2人、センターバックの2人とゴールキーパーの越後がトライアングルを作って両サイドバックを高く押し上げています。ビルドアップにもこのゴールキーパーの越後が加わってきます。武田から松浦、もう一度武田、そして中盤の底富山、前を向きます。プレッシングを剥がしながらくさびのパスを入れましたが、その後がつながりませんでした。逆に背後を狙います。内田、ゴールキーパー高橋がキャッチしています。開志学園ジャパンサッカーカレッジ出身の21歳です。昨シーズンは出場がありませんでしたが、今シーズンは開幕戦からゴールを守ります。堀からの落としがつながりませんでしたが、もう一度マイボールにします。その堀です。平国から堀、左に小針がいます。右を使います。トップになかなか収まりません。今日の前線は堀と小針です。今小針が手を叩いてチームメイトを鼓舞していました。今は最終ライン、左サイドバックの位置に中野がプレーしています。そしてこの位置に平国がいます。さあその中野です。中野から縦ワンタッチ、惜しいというメインスタンドからの声もありました。1本2本3本までがつながりません。
形は作っています。大和シェルフィード、さあ前を向く、ここも日発の激しいケアです。逆に高橋が収めます。そして右に振ります。小田川、今日なでしこデビュー、中盤の底キャプテンの小須田、もう一度小田川、サイドに張っているのは高橋です。内田に対して富山のディフェンスです。富山、スペインのアラベスでのプレー経験があります。乾隆が加入した時には通訳も務めたというこの富山。内田、中は3枚、クロスが入ります。クリアします。右サイドバックの松浦がクリアしました。コーナーキックです。前半の33分、日発チャンスを迎えます。この試合2本目のコーナーキックです。キッカーは中条です。 JFA アカデミー出身、風の影響でしょうか、流されていきました。バーの上でした。コーナーキックのチャンスを生かすことはできませんでした。両チームともまだ無得点、0対0です。松浦から武田、そして西山、中野が呼んでいます。中野と平国が前半の途中からポジションを変えています。また元の位置に戻りました。左サイドハーフが中野、そして左サイドバックが平国です。流動的にポジションを変えています。プレッシングをかける、マイボールにした。さあチャンスになる、しかし日発もしっかりと対応しています。テンポよくパスをつなぐ。さあ前線高橋呼んでいる。さあ左サイドに振ります。高橋、ゴンノ、それから逆サイドで内田、大和ボールです。小針のプレッシング、内田と平国、クロスが入る、逆サイド流れていきます。ファーに片山がいました。前半35分経過、両チームともまだ無得点、0対0です。中野、開くに西山、そして中盤の底梅津です。今は梅津と富山、中盤の底でプレーしています。手前のタッチラインがありました。西山のディフェンスです。左に振ります。
ップで収めて小針から右に振ります。そしてもう一度前線にボールを供給したい大和。富山のキープ、サポートに梅津が来ました。小針、キャプテンの浜本のプレスです。さあ一人かわしたチャンスになります。一発、途中出場のゴンの倒れる。そして元日本代表の小原、左に振る内田、ゴール前なんとか対応、ゴールキックに変わります。篠井大和です。カウンターを見せた日発ですがゴールには至りませんでした。平国から中野、また平国が左サイドハーフ、そして中野が左サイドバックという状況です。梅津からスルーが入って、堀から小針、いい形です。そして逆サイド平国、さらにゴール前もう一枚います。小田川から内田、そして高橋に当ててもう一度内田、内田一旦下げます。中条から吉田、高位置を取っている左サイドバック宮下。さあ前線は4枚入っていきます。高橋もいます。クロスが入る、シュート性のクロスでした。バーを越えていきました。枠を捉えることはできませんでした。しかしいい形を作りました日発横浜 FC シーガルズ。前半の40分です。やや強い風が吹いています。日差しはなくなりました。神奈川県大和市にあります大和なでしこスタジアム、大和駅から徒歩10分ぐらいのところにあるスタジアムです。大和スポーツセンターの中にあります。キャプテンの小須田から内田、もう一度キャプテンの小須田、小田川下げます。最終ライン、中条から吉田へ、左サイドバック高い位置を取っています。宮下、しかし中盤を使います。ここはパスカット、カウンターにつなげたい大和ですが、すぐに中盤の底で小須田がいいディフェンスを見せました。そして逆にカウンターを迎えている内田、さあドリブルで切り込んでいく、ここはサポートに来ました。大和が対応、サポートに来たのは17番の平国でした。前半残り5分です。富山、サビのパスは入りません。小須田がいいチェックを見せています。エリア内、西山が対応、自ら持ち上がります。自ら行きます。トップに当てます。堀、2対2の状況、一発もしっかりと奪い返します。小田川からセンターバック、左に振ります。宮下、そして元日本代表テクニシャンです。
小原、さらに左に振ります。中は3枚、チャンスになる、ヘディングシュート、バーの上でした。フリーでした。6番のゴンの途中出場です。前半の43分、ゴンノのヘディングシュート。前半ゴールを脅かしているのが日発です。ただ両チームともまだ得点0対0です。ゴールキーパー高橋のキック、西山から平国、トップにいた小針が今下がって受けに来ようとしましたが、そこにパスを供給することはできませんでした。梅津、奪い返します。キャプテンの越田、いいパスが通る、内田、さあチャンスになる、平国が対応に来る、下げて背後を狙いましたがゴールキーパー高橋がキャッチしています。しかしいい形を作りました日発です。中盤の底でキャプテンの小須田のディフェンスが非常に効いています。ホームの大和、西山から新加入の武田、右でプレーしている松浦、もう一度武田、パスの出しどころを探しています。梅津が切り返します。激しいディフェンスです。片山、中3枚待っている、クロスが入ります。ヘディングで跳ね返す、セカンドボールを拾う日発、もう一度パスをつなぐ、宮下からセンターバックロングフィードを送ります。ヘディングでの競り合い、セカンドボールはクリアボール、もう一度拾います。日発、パスはつながりませんでした。高橋です。昨シーズン9ゴールの高橋というエースストライカーがいます日発。ゴールキーパーの高橋、ペナルティーエリアの外からのキックです。コスダ、右に振ります。攻守にわたって活躍を見せているコスダ、第4の審判員からアディショナルタイム2分と表示されています。アディショナルタイム目安は2分台です。チャンスになります。クロスが入る、対応しました。もう一度ゴール前のボールでしたがコーナーキックに変わります。前半のアディショナルタイム、この試合3本目のコーナーキックです。一発、キッカーは左からも中条です。ゴールに向かっていくボールになります。メインスタンドからは手拍子です。先制のチャンスを迎えています。低いボールです。ニアで対応しました。小針でした。もう一度コーナー、この試合4本目です。アディショナルタイム目安は2分台、そのうち1分経過しています。もう一度グランダのボール、またニアで小針が対応します。3本連続のコーナーキックです。日発、このチャンスを生かすことができるか、あるいはしのげるか、大和、もう一度ニアで低いボール、これはサイドネット外でした。3本連続のコーナーキック、チャンスを生かすことはできませんでした。日発、しのいだ大和です。両チームともまだ無得点0対0、前半のアディショナルタイムに入っています。
それぞれ前半の途中で1人ずつの選手交代もありました。この神奈川ダービーです。ロングキック収めた小針、そして逆サイド中野がフリーで待っています。一発ボールになります。コスダ、アディショナルタイム目安は2分台、ここで2分経過、前半終了のホイッスルです。前半は両チームとも無得点、0対0でした。日発に決定機が何度かありました。2021プレナスなでしこリーグ一部第2節、大和シルフィード対日発横浜 FC シーガルズの一戦を大和なでしこスタジアムからお送りしています。前半は両チームとも無得点、0対0です。なお音楽著作権の対応として、この後ハーフタイム中は音声をオフにして配信します。ご了承ください。それでは後半のキックオフまでしばらくお待ちください。
2021プレナスなでしこリーグ一部第2節大和シルフィード対日発横浜 SC シーガルズ、前半を終了して両チームとも無得点0対0。これから後半のキックオフです。まずハーフタイムに大和が2枚替えです。24番の新田と25番の早刈が入りました。選手交代はハーフタイムを除いて3回、そして5人まで行うことができます。これで3人目の選手交代です。新田と早刈、そしてアウトのボードが18番のキャプテンの浜本と19番の梅津だったようです。途中出場はこれで富山、新田、早刈となります。後半はエンド左がホームのオレンジのユニフォーム大和シェルフィード、エンド右がアウェー白いユニフォームの日発横浜 FC シーガルズです。前半途中に大島からゴンノという怪我での交代、大和も前半途中に榎木谷から富山という怪我での交代がありました。そしてハーフタイムでさらに2枚替えを行いました大和シェルフィードです。9番の松浦が一列前に上がっています。サイドハーフ、今後半のキックオフです。そして24番の新田が右サイドハーフに入っています。右サイドハーフが松浦、そして右サイドバックが新田です。そして十文字高校出身のルーキー早刈が左サイドハーフです。選手交代を行ってきました大和。風は今度は大和が向かい風、そして日発が追い風です。最終ライン、武田からゴールキーパーの高橋へ、そして新田です。新田とそして松浦、さらにサポートに来た富山、アウトサイドでトップの小針に当てました。もう一度富山から最終ライン、新田です。一気に前線を狙う、胸トラップからサポートに来た、日発ボールです。高橋とそして西山のマッチアップです。ここに平国です。ドリブルで運んで背後を狙っていました早刈、前節開幕戦でなでしこリーグデビューを果たした十文字高校出身のルーキーです。早刈夏葉、そして同じく途中出場の新田です。新田琴美、さあ日発チャンスになります。ダイレクトでのクロス、クリアボール、シュートを狙いましたが枠を捉えることができませんでした。チャンスを作りました
元日本代表プレーヤーの小原です。後半の4分でした。ハーフタイムの両チームの監督コメントです。まずホームの大和シルフィード藤巻愛子監督は、自分たちのリズムは前回より良くなっている、後半は相手も勢いに乗ってくると思うので失点しないように最後まで頑張る、自分たちのリズムは前回より良くなっている。さあチャンスです。一発クロスが入る、ゴール前流れていく、シュート決まりました。後半の4分先制は一発です。右サイドからのクロス、ファーで決めていきました。一発が先制しています。鮮やかな崩しでした。右サイドからのクロス、最後はファーで、おそらくゴールキーパーのニアを抜いていったボールだったでしょうか。シュートが決まって1対0です。ボールを持っている20番の小原です。小原の先制ゴール、元なでしこジャパン。さらに切れ込んでいきます。ゴール前の攻防、さらにシュート、ポスト左でした。右サイドバックの小田川でした。今日なでしこデビュー。ハーフタイムの監督コメント、藤巻愛子監督、大和シルフィード、後半は相手も勢いに乗ってくると思うので失点しないように最後まで頑張ると話していましたが、先制点は日発です。その日発の与田雄一監督のハーフタイムのコメントです。攻撃の形は作れている、あとはフィニッシュの部分、攻撃の形は作れている、あとはフィニッシュの部分、守備もやりたいことはできている、集中力を切らさず継続して取り組んでいきたい、守備もやりたいことはできている、集中を切らさず継続して取り組んでいきたいというコメントでした。後半の4分、日発が小原のゴールで先制しています。小原の今シーズン初ゴール。日発は昨シーズンリーグ最少失点8失点でした。堅守を誇ります。キャプテンの越田、今日は中盤の底で非常に効いています。逆サイドに振ります。そしてディフェンスラインと駆け引きをしながらボールを収める。点を大和です。新田から武田、もう一度新田へ。新田はフォワードからディフェンダーまでこなすことができます。スピードのあるプレイヤーです。スローインからくさびのパスを入れる。堀から松浦、ネトラップを収める。そしてチャンスになります。先制ゴールの小原、そして宮下に預けて、マイナスな角度のクロス、ミドルレンジからのシュート、ポスト右でした。クリアボール、キャプテンの小須田、ミドルレンジからのシュートはポスト右でしたが、波状攻撃を見せました日発。
先制点の勢いそのままに波状攻撃を見せています。共に開幕戦を敗れて今日の神奈川ダービーで今シーズン初勝利を狙う両チームです。ゴールキーパーの高橋からヘディングで競り合って最終ライン、副キャプテンの宮下サイドに張っています。先制ゴールの小原、駆け引きをしました。片山切れ込んでいく、左足でのクロス、ニアでクリアします。ゴールキーパー高橋から近いところです。武田から新田、一気に前線へ、長身の小針が競り合います。小針は172センチあります。松浦、富山、前を向いた、早刈り、左に振ります。開くに、もう一度左、早刈り、中は4枚、切り返していく、サポートを待つ、まだマイボールが続きます。右に振ります。新田、きれいに収まった。松浦、中は3枚、しかしシュートに持っていくことはできませんでした。手前のタッチラインになっています。マイボールのスローインが続きます。新田から松浦、もう一度新田、中央、富山、そして松浦、テンポよくパスが下がる、仕掛けていく、逆サイド流れていきます。シュートに持っていくことはできませんでした大和シルフィード、しかし徐々に形はできてきています。中盤の底で奪った、後半からキャプテンマークをつけている富山、そして堀、前線は早刈りと小針が待っています。ドリブル突破を図る、早刈りに預ける、早刈り、ゴールラインを割ります。コーナーキックになります。後半最初のコーナーキックです。トップレッグがあります。早刈り、後半の12分です。この試合3本目のコーナーキックです。点を大和シルフィード、コーナーキックのチャンスを迎えています。正面ヘディングでクリアします。全力疾走です。収めればカウンターのチャンスになります。内田から高橋、もう一度内田、前線には片山が待っています。ゴンノもいます。最終ラインゴールキーパーの越後、ネトラップ宮下、最終ラインです。一気に前線へ、ここは対応します。新田がボールを呼び込みます。新田から武田、西山、そして左サイド平国へ、もう一度西山、中盤へ、中野です。堀が収めて、そして一気に背後を狙わせます。小針が走ります。
マイボールにした、チャンスになります。中は新田がいる、サポートを待ちます。1対1、これで1対2の状況になりました。あ、しかしクリアボール拾った松浦、左足で逆サイド、精度を欠きました。ただ徐々にショートカウンターのシーンもあります。大和シルフィード1点を追います。フォームのファンやサポーターからも歓声、それからため息入り混じるような状況になってきました。後半の途中から後半の開始から2枚替えを行いました。左サイドハーフの早刈り、それから右サイドバックの新田と攻撃が活性化しています。上空は曇り空、やや強い風が吹いています。この大和なでしこスタジアム、その風の冷たさもあって肌寒さを感じます。さあ前線2枚が動き出しています。マイナスな角度、あとはラストパスの精度というところまで来ています。大和です。後半の15分、1対0、アウェーの日発がリードしています。西山から逆サイドへ新田、くさびのパスを入れる、ヒールで落とす富山、そして小針、つながる小針がロングシュートを狙う、枠を捉えていきました。ゴールキーパー越後がキャッチしています。16分ロングシュート、平国から早刈り、中野、この時間帯は富山と中野がダブルボランチ、左サイドハーフに早刈り、そして右サイドハーフに松浦です。スタートは中盤ダイヤモンドだったんですが、現在はボックスになっています。激しいプレスからボールを奪う、高橋のシュート、キーパー弾く、もう一度高橋のシュート、ゴール前混戦です。高橋が立て続けにシュートを打っていきました。一発、そしてコーナーキックを得ます。得点を狙う高橋のシュートでした。17分、後半最初のコーナーキックです。この試合6本目です。ペナルティエリアの中で競り合いがありました。レフリーが一度笛を吹いてプレーを制します。一発は18番の片山、168センチあります。
ゴール前には小須田がいます。ゴールから遠ざかるボール、ワンバウンドさせて高橋が狙いました。さらにコーナーキックが続きます。この試合7本目、2本連続のコーナーキックです。低いボール、グランダーなボールです。競り合ってからのシュート、ポスト右でした。ゴールキックに変わります。そして選手交代です。日発11番の選手が準備をしています。平川です。平川アンナ、修徳高校出身です。21歳。18番の片山に代わります。2人目の選手交代です。片山優奈選手に代わりまして11番平川アンナ選手が入りました。手前のタッチラインが合っています。平川は2列目に入っています。片山のポジションです。2列目は左から小原、そして代わって入った平川。中は堀です。大和、逆サイドには小針もいました。後半20分経過、スローインが合いませんでした。2つの2列目は、そしてゴンノと内田です。ハーフタイムを除いて3回の選手交代、5人まで行うことができます。堀から松浦が仕掛ける。もう一度スローインです。ベンチには藤巻愛子監督、それから横浜 FC からやってきました高橋和幸フットボールダイレクター。これはクリアにとどまります。初年度の WE リーグ参入はなりませんでしたが、太田は良介社長、そして高橋和幸フットボールダイレクターを横浜 F マリノスから招聘して、将来のプロ化、そして WE リーグ参入を狙うこの大和セルフィードです。1998年にまず U15 のチームが発足しました。さあゴール前です。風が吹いていますので流れていきます。ピッチに向かって右から左に強い風が試合開始前から吹いています。トップチーム発足は2014年です。この大和シェルフィード、なでしこジャパンで活躍した川澄、上尾延といった名プレーヤーを輩出しています。大和市も女子サッカーの街にという願いもあります。収める、先制ゴールの小原、小原まだキープしている、小原まだキープしている、うまいパスを見せた、背後を狙う、さあチャンスになった、1対1、ゴールキーパー勇気を持って飛び出しました。
ゴールキーパー高橋香澄、今シーズン大和のゴールマウスを守ります。飛び出していったのは平川です。日発横浜 FC シーガルズ途中出場。それにしても元日本代表プレーヤーの小原の素晴らしいパスがありました。飲水タイムです。日発も各世代で各年代で日本代表経験がある選手が揃っています。ゴールキーパーの越後はユニバーシアード、そして今日なでしこデビューを果たした小田川は U17、 中条もユニバーシアード、そして大島もユニバーシアード、小原は元日本代表、そしてエースストライカーの高橋もユニバーシアード、こういった力のある選手が揃っています。そして選手交代です。山口リード17番、平木美選手に代わりまして後半25分です。長瀬愛選手が入りました。平国に代わって長瀬です。平国は古巣横浜 FC シーガルズとの対戦でした。長瀬です。帝京平成大学出身のルーキーです。ここで本日の入場者数をお知らせいたします。本日のご来場者数は452名でした。ご来場誠にありがとうございました。場内にも今日の入場者数が紹介されました。452人、452人というファンやサポーターがこの大和なでしこスタジアムで応援をしています。4人目の選手交代を行った大和シルフィード、長瀬を投入しています。高橋の激しいプレスです。日発堀が収めた。しかしすぐにサポートに来ました平川です。キャプテンの小須田、攻守にわたって非常にチームの原動力になっています。2人でプレスをかける、奪いかけている。前線で今小針と堀がプレスをかけました。そして途中出場の長瀬は左サイドバック、そのまま平国のポジションに入っています。4人目の選手交代を行いました大和シルフィード。高橋が奪って、さあ背後を取ります。中は平川1枚、クロスは平川のところまでは達しませんでした。武田が対応、そして途中出場の長瀬、さらには十文字高校出身のルーキーの早刈。リードの日発です。新田が追い越していきます。新田ハーフウェイラインを越える、まだキープしている。サポートに来た中野に預けて、そして松浦、中野が追い越していく。中野収まればチャンスになります。日発が対応します。ディフェンダーの吉田、マイボールにしました。そして中盤の底でゴンノ、途中出場のゴンノ、キャプテンの小須田です。今日は前半の途中に大島の怪我というアクシデントがあって中盤の底でプレーしている小須田ですが、いいパスを供給します。先制ゴールの小原、切れ込んでいってマイナスのクロス、ニアで合わせる、ファーに流れていく。なんとか対応する大和、松浦、手前のタッチラインがあります。非常に質の高いプレーを見せている日発、小須田と小原です。
さらには途中出場の平川も非常に元気があるところを見せています。松浦から最終ライン、武田前線動き出している。その前線を一気に狙います。背後を狙った小針です。ここもワンタッチです。手前のタッチラインがあります。中野が松浦を使う。松浦から堀1対2、奪った一発高橋に当てて、中盤での攻防、激しい攻防になりました。玉際の競り合いです。3対2で奪い返しました大和。手前のタッチラインがあります。1点を追います大和シルフィード。ホーム開幕戦です。試合開始前に今日は U15 の選手たちが、もちろんボールパーソンも務めているんですが、メインスタンドの座席を丁寧に拭いてファンやサポーターを迎える準備をしていました。 U15 の選手たちは先日まで行われていた U15 プレナスなでしこアカデミーフェスティバル2021で4戦全勝無失点という好成績を残しました。その大和スルフィードです。今日は U15 の選手たちも見つめている中でのプレーです。しかしリードしているのは日発です。日発横浜 FC シーガルズ。宮下のスローイン、途中出場の平川、先制ゴールの小原。1対1から懸命に体を預けた松浦です。サポートに来たのは前線でプレーしている堀です。コーナーキックに変わります。後半30分を経過、1対0。左からのコーナー、この試合8本目のコーナーキックです。水を飲みます。ゴール前にはキャプテンの小須田がいます。手が上がった、助走した、右足でキック、ヘディングでクリアする。さあセカンドボールの競り合いだ。日発もう一度前線へ、ヘディングで跳ね返す西山、チーム生え抜きです。さあカウンターにつなげられるか、堀がキープ、懸命に送らせます。素晴らしいプレーを見せました内田。カウンターを封じました。後半30分経過、1対0、日発横浜 FC シーガールズが1点をリードしています。小田急の電車が時折通っていきます。線路沿いにあります大和なでしこスタジアム、大和駅から徒歩10分ぐらいのところにあります。非常にアクセスのいいスタジアム。さあ平川、ここは対応した西山自分で行く、一旦キープする、そして右へ中野切り返していく。サポートに入っていました富山、一気に前線へ、背後に飛び出していった中野、収まる、逆サイドフリーだ、シュート、ゴールキーパーセーブです。堀のシュートでした。後半は決定機を作れるようになりました大和シルフィード。大和のスローインです。西山から堀、早かりです。
スローインは永瀬に任せます。永瀬からキープしている、なんとか早刈に供給したい。ゴールキーパーまで戻します。日発マイボールにしました。プレスをかけるのは小針です。ここで平川収める。3人がかりで奪った大和です。ワントップで起用されている高橋もゴールを狙う姿勢、それから前線からの守備、非常に献身的なプレイヤーです。運動量が落ちません。ワンタッチで落として平川、そして先制ゴールの小原、元日本代表小原に新田がついている。1対1サポートに来たセンターバックの武田です。ゴールライン割りました。コーナーキックになります。後半の35分です。この試合9本目のコーナーキック。1対0日発横浜 FC シーガルズ、追加点となれば貴重な得点になります。メインスタンドからは手拍子です。神奈川ダービーファーへヘディング、のけぞるような形でした。枠を捉えることはできませんでした。そして大和選手交代5人目です。堀に代わって島村を投入します。フォワード。35分です。5人目の選手交代を行いました。大和市のリード11番堀吉恵選手に代わりまして23番島村由紀子選手が入りました。フォワードの島村、これで島村と小針の2トップに変わります。1点を追います大和シルフィード。島村は FC 十文字ベントスから今シーズン加入しました。昨シーズンは16試合で1ゴールというこの島村です。その島村からスローインでした。松浦、そして島村背後を取る、クロスが入る、クリアします。新田から素早いスローイン、リターンパスは手前のタッチラインに割りました。選手たちの声がひときわ大きくなってきました。試合も終盤です。平川収める。この前線で高橋あるいは平川が非常に収める能力を持っています。日発です。一気に背後、体を投げ出していきました島村。途中出場の島村由紀子です。膝に手をついています。5番の吉田、一旦ピッチの外に出ます。メディカルスタッフが行きます。キャプテンの小須田が今最終ラインに回っています。プレーが続いています。島村から松浦、松浦が左足のシュート巻いていきました。ゴールの枠を捉えていきましたが、ゴールキーパー越後がキャッチです。左足でのシュート、レフリーの許可を得て一時ピッチを退いていた吉田も復帰します。最終ラインまた4人揃いました。日発です。すでに大和は前半で富山、そして後半開始に新田、平刈、そして後半の途中に永瀬、早刈、後半の途中に永瀬、島村と
5人の選手交代枠をすべて使い果たしています。一方の日発は前半途中に怪我で大島からゴンノ、それから後半の途中に片山に代わって平川、選手交代はまだ2人です。スローインで西山、一気に前線へ、長身の小針が落とす、さあセカンドボール、松浦のシュート、ポスト左でした。シュートの本数は増えています、大和シュルヒード。ゴールキックに変わります。平川と富山が競り合いました。ペナルティエリアの中、ゴールキーパー高橋対応しています。日発のベンチでは27番の沖野ルセリが準備をしています。中野、松浦、新田、ここで選手交代です。一発、選手の交代をお知らせいたします。一発横浜 FC シーガル、途中出場のゴンノに変わりました。27番の沖野ルセリです。常磐木学園高校出身です。2列目に入っています。後半40分経過、日発が1対0と1点をリードしています。今シーズン初勝利をかけた神奈川ダービー、大和シルフィードにとってはホーム開幕戦です。さあ早刈りが飛び出す、コーナーキックです。後半2本目、この試合4本目のコーナーキックです。島村が行きます。この試合4本目のコーナーキック、同点のチャンスを迎えています。大和シルフィード、ひときわ大きな手拍子です。ニアです、コスダがクリア、もう一度コーナーキックにします。2本連続、そして5本目のコーナーキックです。キッカーは途中出場の島村、ニアです、スラッシュ、いった、決まりました、同点に追いつきました。大和シルフィード、終盤のコーナーキックのチャンスを生かしました。右のサイドネットに突き刺さりました。後半の42分、1対1の同点に追いつきました。メインスタンドからも大きな拍手です。ただいまの得点は大和シルフィード、背番号5番小針舞香選手でした。小針のゴールです。昨シーズンチームトップの4ゴールを挙げた小針、今シーズン初ゴールです。1対1の同点に追いつきました大和シルフィード、途中出場の島村のコーナーキック、そして決めたのは小針でした。
同点に追いつかれた日発、前線には高橋、そしてキャプテンの小須田、途中出場の沖野、ボールを奪います。さあトップに当てる小針から、もう一度猛然とプレスをかけます。途中出場の島村、前線は小針と島村のツートップです。大和シルフィード、藤巻愛子監督、日発横浜 SC シーガルズ、与田雄一監督、テクニカルエリア最前線、指示を出します。両チームとも今シーズン初勝利が欲しい神奈川ダービー、終盤に大和が追いついて1対1の同点です。一発のスローインです。さあゴール前3枚待っている高橋もいます。大きな声が響いています。後半の4分に一発先制、そして後半の42分に大和同点、1対1です。風が少し止みました。前線へ高橋、胸トラップから前を向く、サポートを待ちます。こぼれている、なんとかかき出しました。新田、一発のチャンスでしたが新田が対応しました。大和シルフィード、アディショナルタイムに入りました。目安は2分です。第4の審判員からアディショナルタイム2分と示されました。試合も最終盤です。大和シルフィード対日発横浜 FC シーガルズ、今シーズン初勝利を狙う神奈川ダービー、1対1の同点です。先制ゴールの小原、さあ追い越していく、クロスが入る、ゴール前懸命にクリアします。ヘディングでつなぐ、クリアボールを拾うセンターバックの吉田、さあ前を向く高橋、さあ一気にカウンターにつなげられるか、大和シルフィード、3対3同数です。さあ島村が行く、島村が行く、シュートに持っていくことはできませんでした。カウンターのチャンスでした。大和シルフィード、アディショナルタイム目安は1分台、いや目安は2分台、そのうち1分経過、懸命に追います。平川、ここはつないでいきます。縦、島村が受ける、島村左を使うか右を使うか、背後を狙っている、小針ですが胸トラップまでは良かったんですが、シュートに持っていくことができませんでした。日発が対応、手前のタッチライン割っています。与田監督が自らボールを選手に手渡します。先制ゴールの小原のスローイン、平川背後を狙っている、中に高橋が入っていきます。さあ平川、懸命に体を投げ出している大和の選手たち、1対2の状況、新田とそして生え抜きの西山でした。スローインです。アディショナルタイム目安は2分台、そのうち2分経過、スローインからペナルティエリアの中クリアします。ハイボールの競り合い、大和マイボールにした、カウンターのチャンスになったところで試合終了の笛です。1対1の引き分けでした。ともに今シーズン初勝利、勝ち点3を狙った両チームでしたが、神奈川ダービー熱戦でした。1対1の引き分けでした。両チームとも勝ち点1を獲得しています。
後半の4分に日発が元日本代表小原のゴールで先制。一方の大和も後半の42分終盤に島村のコーナーキックから昨シーズンチームトップの4ゴールを挙げた小針のヘディングシュートで同点に追いつきました。試合終了1対1の引き分けでした。2021プレナスなでしこリーグ第1部第2節大和シルフィード対日発横浜 FC シーガルズの一戦は1対1の引き分けでした。両チームの選手たちが肘タッチをしながら地を後にします。勝ち点1を分け合うという結果になりました。2021プレナスなでしこリーグ第1部は次節もサポーターを迎えして開催予定です。なお感染状況によって変更の可能性もありますので開催情報やチケットの取り扱いなど詳細は事前にホームチームの公式ホームページでご確認ください。またなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルでは一部の全試合を生中継で配信しています。日発横浜 FC シーガルズの選手たちがメインスタンドに向かって挨拶をしています。ホームの大和シルフィード、ホーム開幕戦を勝利で飾ることはできませんでしたが終盤同点に追いついて引き分けに持ち込んでいます。2021プレナスなでしこリーグ1部第2節大和シルフィード対日発横浜 FC シーガルズの一戦は1対1の引き分けでした。この配信は神奈川県大和市の大和なでしこスタジアムからお送りしました。実況担当山崎裕樹でお送りしました。